ケイピョンチャンネル。これさ、いつもさ、何々出してっていう時にさ、どこに入っているかがわからないじゃん、皆さん。でもさ、出してみるとさ、そんな量でもなかったんだって、うん、何が原因なんだろう。とりあえず、片付けていきますか。はい、みんなのおかげで綺麗になりました、イエイ。ご飯の場面で使うものがあっちに入ったりこっちに入ったりしていたので、一箇所にまとめてよくパッと取り出したいものをいつも持ち歩いている袋の中にタオルとかお薬とかを入れました。はい、めっちゃすっきりした。ここからカバンの中にしまっていきますか。そうしましょう。分かりだと思うんですけど、3つ部屋があります。どこに何を入れましょう。ポケットの奥底に。はい、タブレットか内ポケットに入れときます。守りもこの網やめになってるところに入れとく。OK、うん、筆箱も使ってない、うん、あれ、こんなにこのカバンってしまる。診察券とマスクも ここでいい、うん、ねえ、これってさ、しまってしまうんだけど。つまらなかったですね。でもさ、この充電器さんがさ、このコードむき出しの状態で入れるのがちょっと痛みそうな気がするので、お守りを移動してもいいですか。で、充電器だよってわかるから、大体ね、充電器って言われるときはね、焦ってるときなんだって、うん、でも、閉まってしまいます。すごい、これもね、外ポケットでいいんだもんね、ここでね。はい、ちょっとやってみよう。このさ、本のやつさ、あ、はら、はら、なんだよ、入る、すごい、はい、ねえ、閉まる、軽い、すごい、普通のカバンや。あ、じゃあ、失言、失言。すごいスッキリしましたね、ケタさん。これで1週間後がどうなってるか楽しみですね。なんで閉まらなかったんだ。俺がヘルパーさんに聞いてる。
いてって言うから。どうぞ。動かせばいいし、すべし、入れる。はい。ですよ。バンバンかさばって入らないんですよ。そうそうそう。ということは、時間、水分、うつう。ということは、時間に余裕を持って動こう。皆さんいかがだったでしょうか。この動画が良かったと思う人はグッドボタン、チャンネル登録お願いします。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。ケイビアンチャンネルご視聴ありがとうございました。面白かったと思う方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくね。